そこで俺引退したから。はい。いや俺その決断できなかった。できなかったから考えてなかったです。レイソル。レイソルはじゃあもう大学卒業するときに FC 時はなかったの？ボバは。FC 時はなかったんですよ。なかった。はい。FC 時はあの結局一回もなかったです。あそう。はい。現役中学ここまでありましたけど、ここはい、ここであのぶっちゃけると、うん、まあなかったですね、はい、オファーは結構あった大学卒業時は。オファーはいやでも3チームぐらいですかね。レイソルと湘南札幌、あ横浜チームあったかな、3チームぐらい、ちょ IFA ですけどこの辺。なるほど。ただそのレイソルに大学3年生の時から強化指定で、うんうんうん、あの使ってもらっ て、はい、でもちょっと自分の中でレイソルかこう強かったんで気持ちが強化指定行ったら気持ちは傾くよね、はい、で当時の監督が石崎さんだったんですけど、あ石崎さんかなり試合使ってくれて15試合ぐらい出していただいたんです、うん、で周りの選手もすごいあの優しくしてくれて。でその時キャプテン誰？下平さんとか。いや、下さん引退してスカウトに行って下さんが呼んでくれたんで、うん、まあ、大谷さんですよね。あ、もう変わって、はい、1年目、2年目ぐらいだと思うんですけど、うーん、でその同年代がすごいいっぱいいて、小林雄三とか、お菅野美濃留、まあ、チュンソンもいましたし、すごいあの雰囲気も良くて、うーん、すごい楽しかったです。へぇ、でもあの日立時代のね雰囲気はいいよね。いや本当に日立大と仙台もやっぱりいいじゃないですか。ああ、そうですね。すごいスタジアムに恵まれたなと思います。なんか日立大はさ、それこそ日本リーグの頃から俺に言ってからさ変わってないですもんね、うん、こう周りがちょっと変わってるだけで基本あの体育館もずっとあったし、はいはいはい、あそこの中で着替えてたからね。えロッカーとかなかったんですか？なかったと思う。今のロッカーがなかったよ。あ、ないですね。うん、体育館、体育館だよねあれね、裏。体育館の最後、うん、そこの控え室みたいなところで、メモリーグとか着替えて。シャワーとかありました？シャワーはあったかな。いや、俺試合出なくて、もうペペだから、まあこの試合見に行って、ユニフォームこう集めて、俺たちデリカで持って帰って寮で洗うみたいな、そんな時代だからさ。自分たちやっぱ洗ったんですか、うん、部活だから完全にまだ。でもその時に、ここの施設ってすごいなと思って、三菱じゃなかったから。あ、スタジアムとかですか？うん、だって国立か西ヶ丘か江戸川だったのよ。で、あれも日立の持ち物じゃん。はい。で、裏側に寮があって。ありましたね。今のクラブハウスだと思うんですけど。今はアウェー側なのか、日立大の。の裏に寮があったんだね、はい。そこはクラブハウスになって。今クラブハウスなんだ。はい。でも野球場もまああって、ウォーミングアップはあっちでやってくださいみたいな。すごいですね。この土地すごいな。すごい羨ましかった。いや、すごいです。本当に。でも寮がすぐ裏にあるって聞いて、それだけ嫌だなと。練習長いじゃんみたいな。で、レイソルは何人だろう、はい、結果。レイソルは最初、うん、2年で首切られました。マジで？実は、はい。いや大学卒業して強化してから考えて、はい、3年ぐらい、2008年に正式加入して、うん、89で切られちゃったんですよ。なんで出てなかったの？2年目はで2年目にネルシーニョに変わったんですよ。おそうですね、そんな出てなかったですね。そこまでいっぱい出てはなくて、ちょ、まあ、少なかったと思いますけど。ネルシーニョその時のセンターバックである、はい、レギュラーはその時は古賀さんとかですかね。あ、古賀ね。古賀正博さんとか、まあ、小林雄三とか。小林雄三がセンターバックか、まあ、サイドバックもやってましたけど。NC の1年目だったんだ、2年目が、はい、そうです。その時、井原さんコーチ、まだ井原さんコーチいましたね。はい、いました、ね、で、仙台行きました。戦力外だったんだ、まあ、戦力外ですね、戦力外ですね、はい、もう、はい、一応大卒2年は、まあ、はい、1年目出たんでしょ、だって1年目出てましたね、はい。でもちょっとその決断早いね。そうですね、はい、
強化指定で試合出てたんで、うん、A 契約だったんですよ。なるほど、はい、その扱い的に新人じゃなくて、なるほど、ちょっと給料が、そうですね、給料も高めでしたし、その経験値とかも、うん、あの他の人の1年目とはちょっと違うよっていうふうには言われてたんで、まあそういうのも加味したと思うんですけど。じゃあもう25、4、5ですね、はい。そこで俺引退したから、はい。いや俺その決断できなかったできなかったか考えてなかったいやいや、それはできますから、はい、やってくださいよ。第2はもういたとき、第2に、はい、はい、ついてもらって、いつぐらいが第2だの、もう新人の頃から1年目ですね、1年目の途中から、はい、強化指定で1年やって、はいはい、で新人で入って、はい、その途中のところから、じゃあ2年目以降の契約ってところで、はい、結構そこはもうみんなそんな感じ、今、いや、あ、今の子は、じゃあね、J2 とか J3 でもついてるからね、そうですね、でも結構やっぱりそういう選手は、もう第2も結構無償で、無償に近い形でやってきて、あとでこう、まあ、増えてきたらとか、いいチーム行けたらっていうようなことみたいです。じゃあそれでもう戦力外です、はい、でもまあ第2もすぐ動いてくれます、はい、で仙台しかなかった、他もあったの、他ありましたね、その時も3チームぐらい、あ、評価高いわけじゃん、そうですね、ね、学生の頃から見てるっていうのもあるしさ、はい、第2の方が動いてくれる前に多分もうあって、うん、でそれもそれを知った上で切ったような形だった、なんか移籍金とかかかるよりも、はい、オファーはあるから切るよみたいな感じだったんで、でもね、それもねもうちょっと、まあ、もうちょっとなんか話してほしいよね、はい、まあでもその中で仙台を選んだっていうのはどういう理由だと、はい、仙台がもう一番最初に話をこうくれたんで、それ大きいね、はい、で手倉森さんと、うん、あと許可部の丹治さんの方が、うん、出たら、はい、丹治さん2人品川ら辺まで来てくれて、うん、こっち来てくれて、わざわざ話をしてくれて欲しい、で、仙台も上がるタイミング、J1 に上がる時だったんで、うんうんうん、はい、で、J1 で僕もできるならあのやりたいしと思って、すごいこう、やっぱ熱量を感じて、他も何チームか、まあ、いただいたんですけど、そこは仙台に結構勝ってもいった感じはありますね。仙台と対戦してなかったでしょ、仙台のあの、岩手スタジアムではまだやったことなかった、やったことないですね、行ったことなかったですね、はい、ね、仙台が11人いたのね、そうですね、そうか、え、何人いたの仙台、仙台そこから6年いましたね、あ、いいね、はい、10年10年か、あ、じゃあ新鮮の時にもらえた感じだ、はい、新鮮の時にいました、それもあっても仙台にすごくお世話になりました、うん、そこでいい、まあいい経験って言っちゃあれですけど、ベガルタの順位的にもすごい良かった時なんで、で自分のパフォーマンスもすごい良い時で、ね、ACL も、あ、そうですね、ね、ACL もすごく出させていただいて、かなりいい時期を過ごさせてもらいました。キャリアのちょうど一番いい時を仙台で、間違いないですね。え、家族とかは独身じゃないでしょ、あ、家族今はいますけど、あ、ごめん、なんかバツンとかバツンとか、いや、もう順調です。仙台行く時はまあ、独身というか、彼女いて、うん、移籍するってなって、うん、まあ、あの向こうの親とかにも挨拶して、一緒に行っていいですか、はい、もちろんその先のことも あるから、まあ、それならいいよってこと で1年行って、2010年に行ったんで、1年間だけ同棲したんです、うん、で1年間同棲してる間に震災もあって、うん、そういうのも経験して結婚して子供一人向こうで生まれて、うん、感じで、はい、そういうのも含めて仙台はすごくいい時期を過ごさせてもらいました。引退して20年経ってますけど、シュートの精度は変わっていませんよ。ああ、シュートだろ。